さあ始まったモハメド・ライト VS モールテン CRL ワールドファイナルの決勝でのマッチアップがここで復活。お互いにフェニックス、トリトン使ってディガー引っ張ってダワダメージを抑えたモルテン選手、そのままカウンター。モルテン選手ロイヤルジャイアント、ここに対しては HP にヒットポイントが高いボムタワー使っての防衛、パーダッシュでロケット星の処理、ノーダメージ完封。いいパワーダッシュしてね、素早くパワーダッシュ使うことでロケ投手にね、そこまで活躍をさせる前に処理することができました。ここはディガーを一旦防衛に使っての耐え、しっかり卵はケアするフェニックス。この敵陣ロケット砲士の処理ができるのがディガーもしくはポイズン、 LSP 短期、ここはアイススピリット、このロケット砲士を使うことで近畿道も狙ってきますね。しっかりと近畿道、モルテン選手残したフェニックス、ここに対してカードを切らなければいけないライト選手ゴブリン、お散歩させながら狙うは逆サイドディガー。さあ先ほどと同じようにここはトリトンを使ってディガーを引っ張ることで抑えたダメージ、モルテン残った卵、ここは赤ちゃんフェニックス誕生。モルテン選手のここ文句が残りますが、アイスピフリーズスキル使う、いやスキル使いましたね、カルマリフレクション発動、ダメージを跳ね返します。このライトニングの攻撃でモルテン選手ダメージリード取りました。残り時間は20秒、ライト選手左サイドに転がしているこのゴールドナイトアイスピット、左サイド来るか備えるモルテン選手、来そうですねフェニックス、さらに追加のディガーで文句後ろに誘導、トルネードからダッシュ、今もしかしたら、ね、モンクのノックバック打ってディガーがキング殴ってキング起動という可能性もありましたが、そこはなんとかしのぎましたライト選手。モルテン選手ここから後ろロイヤルジャイアント、後ろから出すことで手札を回しながら2周目ロイヤルジャイアントも狙えますし、ライトニングを絡めた攻めにつなげることもできます。それともここはディガーに反応することはありません。ディガーの削りでリードを掴んだモハメドライト、ただここで一旦防衛の時間、高めのボムタワー範囲ダメージがここは文句にも入ります。来ました、2周目ロイヤルジャイアント、ボムタワーを破壊してライト選手ここ耐えられるか、ターンを耐えたまだ文句、そしてローリングバーバリアンに移動、まだロイジャイの HP は残っている、これかなり手札を回しているので、3周目来ましたロイヤルジャイアント、ボムタワーは破壊したばかり、一発リードを伸ばすモルテン、左サイドプレッシャー、トリトンはここはしっかりと反応、カルマリフレクションスキルを使うことでタワーに反射ダメージ、おっパワーダッシュ、タワーに、おタワーのターゲットを取らせに行くトルネードでしたが、トリトンが引っ張ります。ゴブリン来たタイミング、ここ右サイドロイジャー止めることはできるか、アイスピフリーズトルネード、ボムタワーを延命、後ろにいるトリトンに対してもボムタワーの範囲ダメージとします。ロイジャーダメージ一発378、残り時間10秒、ディガーはタワーにターゲット、トルネード引き剥がしてディガーのダメージ伸ばしにいく、ただポイズンの削りでもここはダメージ追いつけません。最後に放ったライトニング、ダメージリード取っていったのはモルテン選手。
タイブレークで初戦を取りました。 GG、 3周目ロイジャーにもねかなりライト選手耐えてはいたんですが、かなり序盤からライトニングを使っての森田選手削りがありました。デュエル BO3、 2試合目が始まります。まずはローリングとウッドを見ると割と高回転めなデッキを予想しますが、マイティーリガー、ライト選手ホバリング砲、ホバリング砲だとラブハウンドだったりシエタルオフだったり、おっとりともここはマイティーリガーに反応しない。なんとか巨大スケートを出すことでマイティに対応。一体残ったゴブリン雑費を削ります。迫撃砲モルテン、ここで攻める。建物はない、モルテン選手ここをどう止める。アイスピからのゴブリン、タワーダメージ入りますが、ここを共有しながら右サイド残し迫撃砲を攻めにつなげられるかモルテン。ここはバーストエスケープ、バカダメージを置いていくことでマザーネクロ対処ができました。モルテンよ、迫撃砲はまだ残ったまま、ディガーの追加でタワーダメージ一発飛ばさない。ここでほぼイーブン、追いついたモルテン。2倍タイム突入です。ロイヤルホグ3-1セパレート、ここは綺麗にモルテン選手止めながら巨助も受けることができそうです。モルテン攻めのターン、いや守る堅実な立ち回り。残り時間30秒、ライト選手ここで巨大スケート出したので来るか、ハケコはあります。ここに対してゴブリンを処理するマザーネクロ、この豚さんの削りでハケホを削る。来ました、ハケホ、身残り。爆破ダメージでハケホ処理。ですが、ここで新しいハケキ。残したロイヤルホグ。おホバーのターゲットはここ、マイティリーガーに向いています。リードを掴んだモハメドライト。ゴブリン、ディガーアタック。トリトンを残すような形で、しっかり巨大スケートの蓋。マイティリーガーのターゲットを奪いながら、両サイドを止める。モルテン選手1回防衛のターン、ディガーも防衛に割いて、マイティディガーをここは豚に変えていくか。右サイドホバリンコのターゲットはタワーに向いた。ここで右にも少しダメージ入ります。さらにマザーヌクロがゴブリンを豚に変えて味方につけた。ダメージがミキサーとかなり入りました。残り時間は1分20秒、防衛耐えるしのぐモルテン、細かく削りにくいディガー。ここはターゲットタワーに向いた。ザッピのスタンを受けながらディガーがタワーを削ります。オバが残る。ここはポイズンによって対処がされました。残り時間1分、ラストの3倍タイム、ダメージ超接戦です。8差、ディガータワーにターゲット、トリトンで引っ張ることでターゲットチェンジ。両サイドアタックユトンのクバック、ただここにヤノメ、アイスピはヤノメをかわしていました。アイスピフリーズでしっかり止めた。巨大スケルトンが左サイドでかなりの HP を残したまま残ったところに、ここでロイヤルホグ、ホバリングも残しながらターゲット奪い続けるモルテン。さあここでホバ、アイスピフリーズ届けた。ダメージはタワーに届かない。
神防衛ミスターモルテン、残り時間15秒ポイズンの削り、さらにディガの追加ダメージリード取りに行く。ラスト10秒、ロイヤルホグ届くか。ライチの削りは矢の雨のみ1436、それ以上に右下削っているモルテン、タイブレーク取ったのはモルテン。昨年のワールドファイナルリベンジをこの3月マンスリー決勝のラウンド1で決めていく。